こんにちは、ニョンタンです。今回は群馬県みどり市にあるカフェ猫の時計さんをご紹介します。営業時間はランチタイム11時半から14時、定休日は木曜、第3日曜、年末年始だそうです。こちらのカフェはテラス席はワンちゃんを連れてきて一緒に食べることも可能だそうです。要お問い合わせ。猫グッズがいっぱい。室内に入る場合はスリッパに履き替えるようです。猫グッズや手作りの品がたくさん売っていました。梅干し、ストーブと猫さんの置物、テラス席にしました。曇っていたのでちょっと薄暗いですが、晴れている時はすごく景色が良さそうでした。コスモスがたくさん咲いていました。プレートランチが売り切れてしまったのでパスタランチにしました。グラスも猫さん。リサイクルのお皿などが売っていました。こちらの売り上げは寄付するそうです。50円のお皿もありました。パスタランチ1250円、ランチセットのサラダ、
ンソメ味かな。ナポリタン。和風きのこ。猫さんがいました。デザート、コーヒーゼリーとパウンドケーキ。ウーロン茶。お土産コーナー。ジャムとかも売っていました。こちらは個人の方の展示作品で月によって変わるみたいです。最後までご視聴ありがとうございました。